とにかく俺の家の場所なんか本当にいるわけないだろ。そしたら彼女は俺をちょうどあそこで降ろしたんだ。寒かったぜ。あの時の俺はバカみたいだった。前の日のドリンクをまだ手に持ってさまあ気になんかしてないぜ。今は急ごう。今日の最初の仕事は何だい？イザベラ・アンジェリーナ、マンハッタのミッドタウンのマンション、排水管が壊れたそうだ。毎週月曜はいつもこのひどい道路を通らないといけないのかな。俺もイーストサイドにマンションでもあって。イザベラなんとかって、あの反共産主義運動でソ連の陰謀説を唱えてるお嬢ちゃんじゃないのか。俺昨日テレビで見たぞ。俺は知らないな。それに陰謀説なんかお前と違って興味ない。どういう意味だよそれ。ソビエトがアメリカに侵攻してきても兄貴は平気なのか？現実を見ろよ。そんなことじゃある朝目覚めたら目の前にソビエト国旗が立っていることになるぜ。その時気づいたって遅いんだ。そうかい。兄貴は現実を知らないんだ。あの反共運動の話も聞けよ。ああ、この部屋だな。とにかくイザベラちゃん家の配管を調べるんだろ。どうも、排水管の点検です。誰かいませんか？とにかく下水管の点検が必要なはずだ。そこの者、動くな。じっとしていろ。おい、俺はただの配管工だぜ。お前のガールフレンドはどこにいる？ガールフレンドって、なんだ？もう一度聞く。イザベラ・アンジェリーナはどこにいる？うん？おい、俺は彼女とは何も関係ないって。イザベラは遠くには行っていない。ここを爆破しろ。おい、弁護士を呼んでくれ。Go!